油がたっぷり乗った秋サバは栄養たっぷり秋の味覚。衣にピーナッツをまぶし、お子様にも食べやすく仕上げました。クリスピーサバフライをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずサバは小骨を除きます。ピンセットを使用するといいですよ。2センチ幅に切ります。塩コショウを振っておきましょう。水気が出たらキッチンペーパーで拭きます。材料 A はあらかじめ混ぜ合わせておきます。サバの片面に材料 A を塗ります。薄力粉、溶き卵、混ぜ合わせた材料 B の順で衣をつけましょう。170度の揚げ油で揚げます。油をよく切りましょう。外はサクサク、中はジューシー。味噌味なので魚が苦手な方にもおすすめですよ。ぜひお試しください。